の選手の乗り換えを知らせいたします。東海大学附属大阪仰星高等学校14番高浦斗君に代わりまして23番大畑亮太君になりました。Thank you.
様に選手の入れ替えをお知らせいたします。東海大大阪仰星高校9番松井翔君に代わりまして20番武田怜央君、13番市川亮太君に代わりまして21番近藤斗真君が入りました。続きまして関大北陽高校13番谷俊輝君に代わりまして24番山内啓太君が入りました。東海大大阪仰星高校10番武藤由良君のトライです。
高校23番大畑亮太君のトライです。
関西を試合終了いたしました。大阪府第三地区決勝、東海大学附属大阪仰星高等学校対関西大学北陽高等学校の試合は41対14で、東海大学附属大阪仰星高等学校が勝ちました。ちょっとだけうまいの次もないでしょ。1ミリもうまいの、うまい、1ミリもうまいの次もない。ウェイヤー、何話したの？推薦してくださいって困るな。来ちゃう。